嵐の予言者嵐の予言者あるいはヒルの西涯系とは19世紀にジョージ・メリーウェザーが発明したヒルを用いた西涯系のことである。ヒルを中に入れた12個の瓶と金からなる。嵐の接近に興奮したヒルが瓶から抜け出そうとすると小さなハンマーの引き金が引かれて金が鳴った。嵐が迫っているかどうかはこの金が鳴る数によって示されるのである。 ウィットビー文学哲学協会博物館の名誉館長であったメリーウェザー博士は待機中の電気条件に医療用のヒルが見せる感度について詳細に記録している。メリーウェザーはエドワード・ジェンナーの詩、雨の兆しの一節からインスピレーションを得ていたのである。いわく心かき乱されたるヒルは再び登り詰めた、その牢獄のまさに頂きまで。 彼は1850年の大半を自分のアイデアを形にするために費やし、自ら動物的本能による大気電磁器通信機と称した装置に6種類の異常を考え出した。メリーウェザーの通信機には政府や海運業界で使われるであろうと彼が考えた安価なデザインからより高級なものまでバリエーションがあった。 高級なモデルは、インドの寺院建築から着想を得たデザインで、地元の職人たちの手を借りて制作され、1851年に、ロンドンの水晶宮つまり、バンコク博覧会で展示された。1851年2月27日、メリーウェザーは、哲学協会のメンバーに向けて3時間近い講演を行った。その代も、バンコクの産業界の成果を展覧したる、 建物における嵐の予言者の解説的証論であった。嵐の予言者は大きな金の下に12本の小瓶を輪の形で並べた装置である。ガラス瓶の口に小さな金属管がついており、中に入っているクジラの髭と金を鳴らすための小さなハンマーが針金で繋がっている。エッセイの中でメリーウェザーはこの装置の仕組みについてこう述べている。 ヒルが金属管へ入っていくのは容易なことではないだろうが、天気が荒れ模様となることでうまく動機づけされれば、そうするだろう。それで金が鳴れば、ヒルは嵐の接近を示す指標となる。メリーウェザーはヒルについて、我が哲学評議会の陪審員と呼び、ヒルたちが金を鳴らすほど、嵐になる可能性が高いのだと語った。エッセイの中で、メリーウェザーは、この装置のデザインには、 他の特徴もあると述べている。例えば、ヒルを入れたガラス瓶が円形に並べられていることで、独居防生活の苦痛も和らげられるのだ、と。1850年のメリーウェザーは1年中、この装置の実験に明け暮れ、さらには、哲学協会とウィットビー大学のトップであった、ヘンリー・ベルチャーに近い将来の嵐を警告する手紙を送っている。こうした、 都合28回の予言の結果は、ウィットビー博物館の資料室に保管されている。そしてエッセイによれば、彼は、この装置により、大いなる成功を得た。メリーウェザーは、イギリス政府に、沿岸地域で、自分の装置を使わせるように働きかけたが、代わりに選ばれたのは、ロバート・フィッツロイのストームグラスだった。オリジナルの、嵐の予言者は失われてしまったが、 少なくとも3台のレプリカが作られている。1951年の英国博覧会のために作られたレプリカは発明から100周年を迎えた年にこの装置に再びスポットライトを当てることになった。このレプリカはメリーウェザーの原稿の副写を呼びオリジナルを模写した同伴画をもとに作られたものである。この装置は発見のドームで展示され博覧会の終了後には ウィットビー哲学協会に寄贈された。その後この時の図面と写真をもとに実際に作動するレプリカが作られた。一台はオークハンプトン近郊のバロメーターワールド。もう一台がサンフランシスコのグレートリケンズクリスマスフェアにある。ありがとうございます。